大谷翔平の次回登板は日本時間10日のレッドソックス戦に監督解任後初登板で4勝目を狙うエンゼルスは7日 大谷翔平の次回登板が9日日本時間10日のホームでのレッドソックス戦になると発表した。前回、自己ワーストの3飛弾を浴びた2日のヤンキース戦から、中6日での登板で、今シーズン4勝目を狙う。マドン監督が解任され、チームが混乱している中でどういった投球を見せるのか、注目される。 7日は壁当てやキャッチボールで調整し、投球フォームを確認。5月5日に3勝目を挙げてから1ヶ月以上、勝ち星がない。トラウト第一打席で先制ツーランを放つ。解任のマドン前監督に思いも、自分も含めてみんなに責任があると語った。エンゼルスのマイクトラウト外野手が、 電撃解任されたジョー・マドン監督についてチームの思いを代弁した。7日日本時間8日のレッドソックス戦の前にメディアの質疑応答に対応し、関係性を築いた人であれば、監督であろうと誰でも失うのは辛いこと。自分も含めてみんなに責任がある。ただ、選手は試合に出場して、 プレーし続けないといけなないいいとと語った。トラウトは5月28日まで打率3割2分、13本塁打、28打点の結果を残していたが、同日の第5打席から6月5日のフィリーズ戦まで30打席のヒットで大不振に陥るなど、連敗の一因となっていた。フィルネビン監督代行の下で、3番センターで出場した7日のレッドソックス戦では、 第一打席で先制の14号ランを放ちチームを鼓舞した。